スの大谷翔平選手は2番 DH で先発出場し、4回1失1、2塁の第3打席では左翼線へ敵陣2塁打を放った。2回の第2打席で右翼席へ8号ソロを放った大谷。日本生まれのドジャース所属選手としては、ロバーツ監督の7本を抜いて球団記録を更新した。だが、迎えた後期での第3打席は外角球をきれいに左翼線へ流し打ってのタイムリー。一気に二塁を陥れ、今季15本目の二塁打で相手先発を KO。これでこの試合は2打点をマーク。3日の試合では延長10回に勝ちある同点的自打を放ち、チームのサヨナラ勝利に結びつけていた。エンゼルス時代と違いチームは勝つことを当たり前として見ている自分がいるのが怖い。でもそれだけに、チャンスで活躍してて素晴らしい。ついに2者ランナーがいても申告敬遠されないだけありがたい。見ている方は楽しみが増えて嬉しいな。やっぱり強いチームはいいわ。無双モード来てるやん。うこれされたら投手はどうにもならん。ホームランの後は逆方向かなり良い感じ。昨日に続いてチャンスでもしっかり結果出してていいね。ホームランも嬉しいが、最近は得点圏打率言われること多いからタイムリー出ると嬉しくなるな。ボールに外しても二塁打にされちゃうのきつい。唯一の欠点だった得点圏打率も上向いてて草。弱点どこ？得点圏でも打ち出したら本当に止まらないなしょう。フリーマンも打ったし。